あ、すげえ、大集合、すごい大集合です、大集合です。なんかいろいろごちゃごちゃしてきましたけど、あの、はい、アンクロアの板加特別、あの後ろにあの顔出し NG の人がいっぱいいるんです。あれ、木山さん OK？ 木名越さんです。安川さん、あ、出せないんで。あ、僕もちょっと NG です。バカ野郎。あ、始まった、始まった。始まっちゃった。はい。大江さん の、 あの写真撮るところを撮ります。また。え、どこにいるの？うち、6番目のうちです。ちょっと早い。早いか、33秒9だ。大江さん、どうですか？いや、勝ちますね。よし。ただ、紐が。外出して、ちょっと。あれ、外出して。間出して、間出して。写真も終わっちゃうから。出して。瞑想してる、瞑想してる。いやー、迷っちゃったなー、そこで。あれ、あれ、あれ。カズオー。前が壁だ。終えてねーちゃん。カズオー。何してくれんねー。最悪なとこに入っちゃったな。いやー、今、マジか。岩越さん、はい、はじめまして。はじめまして。いや、ちょっと本当、どん詰まりになってる。ありがとうございました。あの、最後、ラストお願いします。あ、本当だ。言葉がない。グラスワンダーの、あ、そうだね、半沢さん。これででも、サリオス、あ、いいかもな、いいかもな、勝てるかも。今日はシルクの日だ。この動画、収益化しておりません。サンレースのパドックですよ、アキラさん。はい、アブニールドブリエが出ます。はい、札幌以来ですね。そう、デビューから2000頭も見てるっていう、うん、すごいですよ ね、 それね。4番のグランタルメちゃん、はい、ハートの、そう、ハートの模様、あれいいですね。映るかな、映るの、映ってんのかな。めっちゃ外もあるんだよ。いい顔してるんですよね。まあ、なんでかっていうと、僕はあれが本命だからですね。あのラフィアの時に、うん、アキラ祭典3位なんですよ。 あ、ラフィアの馬なの。そうなんですよ。ルーマフィフィアの馬なのって言っちゃうから。え、ってことは1着3着固定なのかな。いいかもしんないよ。未勝利でも炸裂するかもしれない。炸裂するのかな。あ、でもなんか札幌より本当落ち着いてます。落ち着いてるって言っていいのかな。いや、あれ、うん、あの時結構ね、本当馬気も出てたし、うん、それ考えれば一番汗かいてきたのがあったんだ。そうですね。アキラが蹴飛ばした一番ゴールドバランス、はい、っていうことは来るってことですね。すごいね。バイルマティか、バイルマティ、バイルマティ、すげえ外歩ける。ちょっとだけね、汗が出てきましたけど、ね、まあでも今日は暑いですからね、ちょっとだけね。集会を重ねる、ちょっと怪しくなってきましたね。いいね。なんか、まあ、このこの子なんかすごい、なんかそのよく思えてた。パドックのいい馬を探せっていうのは典型ですよね。なんか外を回ってっていう、そうだね、外外を。マフィアの後ろね、ウィン、シルク。でも勝ち馬はちょっと分かんないんですけど、あ、まあ、1番から9番の中でどれかで決まると思います。それ絶対カットされるよ。あ、そうですね。いい感じになってきた、うん、ちょうどいいところで乗ります、うん、いいところ飛んできたじゃん。1番かい。始まりの東京さんです。アブニールドブリエの未勝利です。大雄さん密着シリーズということで、はい、大雄さん、じゃあいい写真お願いします。回してください。もうバッチリバックショット撮ってますから。これで1008だよね。長い長いワンターンの、あれ違う、2000、2000か、2000、あそこからか。はい、距離も知らない、アンカツみたいなことやってます。出足が、出足がね、いつもつかないんだよな。そうなんですよね。でも34秒台ですね。もうかなり速いですよ。速いよね。16じゃないんだからね。後ろから2投目か。そうですね。いや、でもなんかちょっとやっぱ上げていく気配は。どうなんだろう。いや、これ多分57秒台か58秒前半ですよ。さすがに止まりますか。未勝利だぞ。はい、57秒台来ました。一応上がってたね。ちょっともっと離れてる。2番手が1分なんで、だ2番手の馬がこう目安になりますね。そうだね。これで残られたらもうしょうがないですよ、怪物なんで。あ、これは展開的にはもうバッチリですね。ルメさん頼むよ。いや、手応えは最高です、ね、勝てるかもしれないですね、これ。あ、本当だ、勝てそうですよ。よし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 、チャンスありますよ、ルメさん。いやー、さっさとした。
よし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 よっしゃよっしゃよっしゃおめでとうございますバッチリ行きましたちゃんとやったーすげえいい写真なんで俺クスクリ申し込むの忘れたんだろう大失態ですよ本当だ勝ったよアキラやりましたねやった大友さんありがとう一言え口取りは忘れずに申し込みましょうありがとうございました本当に。